ご視聴ありがとうございます。今回は展示動画です。アミアミさんになりまして、イデリティフィギュアさん、転生したらスライムだった件、行走リムルテンペスト7分の1スケールフィギュアになります。よかったら見ていてください。はい、ということで来ましたね。あのメーカーさん第2弾のフィギュアです。前回のオーバーロードアルベドに続いてテンスラリムルが予約開始になりました。で、行走というシリーズでして、あのメーカーさんのオリジナル和装シリーズですかね。で、あともう一つ発表されてまして、でそれはアニメじゃないんですよね。絵師の猫様の AZ シリーズ、まあ、たくさんフィギュアも出てますが、それの S というキャラが和装でフィギュア化になるみたいです。あのそれも未彩色展示一度見ましたが、めちゃくちゃかっこよかったです。でもちろん今回も良かったですね。あと前回のアルベドにはなかったかと思うんですが、今回って2パターンで発売になるみたいなんですよね。でこれは通常版になりまして、お値段が 29,700円だそうです。で地面のエフェクトがつかないライトバージョンっていうのも今回あるみたいで、それですとお値段がちょっと安くなって 24,640 円になるそうです。で通常版ですとアミアミさんとかでも一応売ってるみたいなんですが、他のお店はなさそうなんですよね。まあでも公式さんだと今回もアルベドのように追加でフェイスパーツがつくみたいですので、まあ公式さん一択なんじゃないかなと思います。であとはまあ一応メーカーさんがまだ新しいのでフィギュアが発売がしてないんですよね。どんな感じかわからないっていうのもあるかと思いますが、あの先日ですね、少しツイッターでフォロワー様とお話ししまして、あのそこでも少し触れたんですが、イデリティフィギュアさんってクラフト X さんのフィギュアブランドなんですよね。でクラフト X さん自体が少し前に、バンドリの富山かすみの結構高額なフィギュアっていうのを出しまして、あの発売にもなったんですよね。でそれすごい良さそうだったので、まあ、これが同じになるかは分かりませんが、でも期待もできるんじゃないかなと思いました。で、まあ、今回はリムルフィギュアになるんですが、まあ、リムルのフィギュアっていうのも結構増えてきたと思いますが、やっぱり渋スクさんあたりが評価は高そうですよね。で私もアルティメットなんかも持ってますが、あのそれと比べてみると同じ7分の1ですが、体感ちょっと小さめにも感じました。あの気のせいだったら本当ごめんなさい。まあでもお顔とかもめちゃくちゃ綺麗ですし、このフィギュア自体は和装っていうのも珍しいし、すごいそそられるんですよね。かっこよかったです。あとリムルフィギュアってたまにスライムリムルとセットなことありますよね。なんでなんですかね。見栄え的な、アクセント的な感じなんでしょうか。なんかちょいちょい見る気がします。どうなりますでしょうか。で一応受注期間が8月10日までと、まだあと2ヶ月くらいはありますかね。そうなるとワンフェス情報とかも見てからでも大丈夫そうですよね。まあ、そんなわけで私もゆっくり検討したいなと思います。リムルお好きな方、このフィギュア気になる方、ぜひチェックしてみてください。では以上になります。今回はイデリティフィギュアさんでテンスラ、和装リムルの展示でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。